全農アーキテクチャ岡手の会は2014年の夏に創立しました。現在では Facebook ページで1000人を超えるメンバーが集まっています。僕はこの仲間たちと共に30年40年先の人間と AI が共生する未来を作っていきたいと思っています。これからこのコミュニティがもっと広がってもっと仲間が増えていくことを願っています。若手の会では学生だけじゃなく社会人の方を対象にした社会人支部、女性の方を対象にした女子会も開催していて、もっと多くの人をつないでいきたいと思っています。全農アーキテクチャ、認知アーキテクチャ、そして人工知能の技術が人々の生活に役に立つのはまだまだ本当にこれからです。皆さんでこの加速していく世界を作り上げていきましょう。私たちは人のように考え、理解し、行動する汎用人工知能の開発を目指しています。そのために機械学習や神経科学といった知見を収集し、それらを応用することでより人に優しく便利な技術の実現を皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。